シャイニング映画のシーンをうまく再現している。右はなんちゃかライノス。なんちゃかライノスはもうなんかのキャラかな。シャイニングのクオリティ高いぞ、めちゃくちゃ。俺もシャイニング見たことないけどこのシーンだけ知ってるもん。すごいよ、死んでもらう。クオリティが。やったー、クスミーケ。すげえこれ。いやもうか、眼圧がすごい。眼圧がすごい。あ、イノスケ、イノスケの名字、イノスケの名字、こんな名字だっけ。イノスケじゃないシリーズね。誰だよ、誰だよシリーズね。誰だよシリーズね。鬼滅の刃誰だよシリーズね。イノスケの名字忘れてたわ。これイノスケの名字か。読み方わかんねえこれ。誰だよシリーズ、ね、なんでカボチャ履いてんだよ。あー、シャイニングがイノスケに、いやイノスケではない。ライノス、一体誰なんだよ。さ、眼圧がすごすぎる。あまりにも眼圧がすごすぎる。シャイニング、シャイニング眼圧すごすぎる兄貴 VS 誰だよイノスケ兄貴。誰なんだよお前一体。さあ、パチモン、イノスケのパチモン、いやドアップになるな。そのドアップがしたいための三つ剣決めていく。めちゃくちゃドアップ。さあ、イノスケ、過去ライノスの反撃決めてきた。さあ、あまりにも強すぎる眼圧にライノスはどう対抗するのか。もうどこから見てもすげえな、あの眼圧。マジどうやって作ってんのか分かんないぐらいの眼圧なの。さあ、イノスケチャージするが、頭は固くない、取らないでしょうね。さあ、いやまだわからない。さあ、連撃決めてくる。さあ、投げ飛ばして、いやどっから見てもこっちから、こっち見てないのに眼圧すごいもんな。さあ、そのためのスタイル。さあ、連撃決めてきた。ここ一点特化のための、必殺技のためのスタイルだよこれ。さあ、決めた。シャイニング眼圧の勝利です。いや、すごかったな。はーい、対戦兄貴ありがとうございました。あ、今回も半ごろにお部屋閉めるのでよろしくお願いします。よう作ったな、あの眼圧マジすげえよ。